お待たせをいたしました。SL クリスマスレインボー会津若松駅、まもなく発車いたします。ご乗車のままお待ちください。プレミア公開だからみんな通勤者向けになりながら多少声入ってるのがあるよ、うん、ライブじゃないよ、うん、ライブはできないよ
しまいました。現役時代は新潟機関区、新津機関区に在籍し、製造から一貫して新潟県を拠点に活躍した蒸気機関車です。C57-180号は、新津から会津若松駅間111キロを、平均時速45キロ、最高時速60キロで運転します。会津若松までの間に石炭は3トン、水は20トンも使います。C57 の動輪は片側3つずつあり、動輪の直径は175センチあります。SL の代名詞となっている D51 より35センチも大きくスマートでスピード自慢です。引き続きごゆっくりと SL マイクロガネリ号の旅をお楽しみください。次はヒデヤに泊まります。ヤマトに泊まった間に飯食って、また食べ帰って。お茶だけ欲しいんやな。お茶って言ったけばいいやん。あるじゃあ、ある買ってきた。Thank you.
クリスマスのポストカード不安に行ったら、今でもステージ服にするのに見えなかった。Thank you.
Thank you.
しながら飲むのに持ってってんじゃない。 スマートフォンの適当にしねえね、本当に俺もコレクションになるんだろう。
収集してればな。あ、なるほど。そう。
Thank you.
Anime.